妻も共働きで働いておりまして、で別の会社でマネジメントの仕事をしていると、まあ、長男もいるという中で言うと、基本的にはもう取ることありきといったところで、どうしていこうかみたいな議論を夫婦の間でもしていたという形になります。第一子の時に取らないことでかなり妻の負担が多くなったといったところもありまして、長男もいてより負荷も高まっているという中で、取らないという選択肢が事実上なかったという、特に一番つらいその生まれた直後のタイミング、ここで何のサポートもできなかったっていうのが、まあ、第一子の時の反省としてあったので、そもそも取らないとこの共働きがどんどん増えていく中で成立し得ないという感覚ですかね。その感覚になったのが子供が生まれてからのような気はします。朝6時ぐらいに起きて、お弁当を作って朝ごはんを作って、8時半ぐらいから幼稚園預けて出社して、子供と遊んだりして寝かしつけて、8時から9時の間ぐらいですかね。ただこれはやれる時これをマックスやるっていうので、若干のフェアネスが足りないんじゃないかみたいなのは当然あって、向こうが毎日お迎えも行かないといけないとかになるんで、バランスをもうちょっと今見直さなきゃいけないという目下の課題です。妻が忙しいタイミングにこうサポートお互いにこうお互いの山谷が若干ずれる感じも分かってきたので、うまくこうサポートし合えるような感じになるといいかなというふうに思ってます。ワークライフバランスみたいなのも意識して、働き方ができるようになるべき、その仕事に使う時間はどうしても前よりは減ってしまうとは思っていて、短い時間の中でパフォーマンスを出していくかみたいなところを意識するようにはしています。妻が海外出張とかに1週間行っても全然安心だぜぐらいに、下の子も割と大きくなってきて全部コントロールできるぜみたいな状態にまでなれば、両方もっとできたらいいのは間違いないんですけど、私ができない時はやってもらうっていう関係性ではなくて、逆方向をどんどん進めていければなとは思ってます。上司で言うと、大変理解していただいていて、在宅との組み合わせみたいなのをできるような環境を設定いただいている。うちのメンバー半分以上が子育て同じようにしてるメンバーばっかりなので、基本的には子育てを理由とする在宅っていうのはもうかなり流動的にやってますし、同じようなタイミングになるんで、どうしてもミーティング入れなきゃいけない時は遅くなりすぎないようには考慮しながらも設定したりとか、お互い全員都合いいみたいな、そんな工夫はしています。取るのが当たり前っていったところにもありますし、ホンダの人事制度そのものも柔軟性をだんだん増やしていってるところがあると思うので、一度会社を離れた期間があったとしても戻ってきたパフォーマンス次第で別にキャッチアップも可能だっていう、会社の評価制度そのものもちゃんと進化してるんだよってところをしっかり伝えてあげるっていうことなのかなとは思います。上司はその取ることに対してポジティブに受け止めてくれる、いや困るよっていう人多分いないと思うんですよ。やりようはあるのかなと思うので、その前に何年間この部署にいたから、次はじゃあこの仕事を帰ってきて原籍復帰じゃなくてもいいんじゃないのとか、なんかそういうふうに工夫もしてるので、まずは言ってもらうってことが大事かなとは思います。取ることが当たり前の時代に自分たちが生きているっていう思いで、全く遠慮なく言ってもらえればいいのかなと思います。ご自身がその後マネジメントになった時に、その自分の部下がそれを言ってきた時に、当たり前のものとして受け入れるっていう、そういう流れを作り出せたらいいのかなと思います。